フォールアウト、テイルオブトゥースランズ、遊んできます。さて、現在は、もう父を訪ねてね、三千里状態。父は一体どこに向かってるのか、それを追い求めてる最中でありますが。で、前回は、最後の方でね、ユニークな武器と思われる、アサルトライフル。クサンロングアサルトライフル。こちらを入手しましたね。今回はこれをバンバンぶっ放していけたらいいんですが。じゃあ、まずは早速、前方にあると思われるね、ピタゴラスイッチ、そちらを覗いていきましょうか。ここですね。ハンクス電気店。あれ?ちょっと待って。違う。ここじゃなかった。いきなり戦闘が始まって。やばい。右に火炎放射待ち。どこ見て頑張ってる。よし。まず1体。一気にやるか。バレットタイム。2体目。愛されたい。ほら。ああ、どうだった?やったか?やりましたが。バレットタイム中に倒すとね、アサルトライフルの音が。ガガガーってね、かなりうるさいですね。ここじゃなかったか。ここ確か上にも上がりましたよね。でも多分ね、この近くにあると思うんですよ。ピタゴラスイッチ店。一応付近を探索しますかね。ちょっとライフ持ってかれたけど。なんかいいアイテムないかな?火炎放射器はドッグミートに預けていたかな?ニコイチするか。火炎放射器のユニークもね、どっかにありますよね。メトロか下水道かどっかの結構深い場所に。綺麗な水が切れてしまったかな?となると、汚れた水。これを飲んでいくしかないね。あと血液パックか。酒を急がないとな。では、ボトルキャップ地雷。これ一つ作成しよう。これはタバコですね。取れるね。タバコは、横並びだったな。キャップ落ちてる。キャップにタバコ?何かやってたのかな、ここで。金庫があるが。ハッキングしましょう。成功。これは単に、金庫を開けるだけか。中には、キャップがたっぷり。あ、出たー。サプレッサー付きの準備ピストル。これで、戦闘が楽しくなるんじゃないかな。品質は悪いけど、普通の準備ピストル。これと2個1できますね。やったね。じゃあこれからはこちらをね、メインで使っていきましょう。標的もガンガン行きそうですね。こっから出れますね、上に。上に出てみると、あれかな?いや、どうだろうね。ピタゴラスイッチ店。ここだ。この、お店の名前覚えてました。ゴールドなんとか。毒見たら待機させよう。ここで待て。ね、これ下手すると、この内部ね、爆発するんですけどね。その爆発に巻き込まれる可能性ありますね。まあいいや、一回やってみよう。足元には矢印。この通りに進めと。あれを踏めと書いてありますね。よし、踏んでみるか。ドゥ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 。ああ、始まった。ああ。あれ?ちょっと待ってくれよ。ピタゴラスイッチが止まってしまった。なんてことだ。シュガーボムとかいっぱいありますね。しかし大丈夫。私で動かせばいいんだ。ほい!よしいぞ!また始まった。あらー、なんか止まりやすい?しかし、なんとかいった。さらに、スイッチ押されて、あ、焼きボール撃たれてる。焼きボールなのか、あれは。そして、何か発動するはずだが、発動しない。発動するはずなのに、発動しない。これ合ってないのか、これ。今ので何が発動するはずだったんだ?本来は。プレッシャープレートで、あそこガスが充満しますね。多分ここら辺が発動するんじゃないかな。あ、ああ、こっち来た。いやあ、すごい転がってきた。ああ。ドゥ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 。多いぞ、今回は。調子がいい。これいけそうな気がする。あちらに落ちて、お、おー、いぞいぞ。うまく仮装してる。あ、はいはい、大丈夫か?消火栓が爆発して、おーっと、ガスが爆発して、上からなんか降ってきた。これがゴールですかね。これによって、相手は入手できるのかな?ミサイル。これだ。今日のタンブラー。スキルボン。さらに、ニクロ・テスラとあなた。ミサイルどうなのかな?貴重なのかな?
あ、ミニ入庫もありますね。この上。こっから降りてきたのかな。バカしてね。じゃあ早速、スキルも読ませてもらおう。エナジーウェポンがアップ。さらにロックピックもアップ。こちらには、水を発見。やったね。よし、こんなもんか。とりあえずシュガーボムが欲しくなったら、こちらに来ますかね。まだいくつかありますから。じゃあこのまま、西に向かいましょう。エンクレブアイボット。まだエンクレブは、ほとんど出てきていませんね。あそこ、鳥が群がってますね。なんだ？どこだ、光線音。あの鳥の群がってる、下部分。あそこは気になるね。なんかあんのかな？プロテクトロンに？あ、なんだ、スーパーミュータントがいるぞ。あいつやろう。近づいてこっそりと。ここら辺から、当たる。いいぞ。ジムピストルを、ペチペチ当てていく。まだいるな、他にも。ちょっと音が、あれですね。あー、まずい。見つかった。そんなに正気の音はしませんね。よっと、当たったけど、倒した？一発やった。10ミリピストルにスコープが作られたらいいんですけど。あ、爆破するぞ。よし、あれ。爆破に巻き込むことはできなかったかな。しかし、完全に弱っている。よし、やった。やはりサプレッサー、これはついてる、相当強いね。前方には境界がありますね。あそこもミュータントの巣でしたっけ？多少ね。結構建物が見えますが、あの下はどこら辺だろうな。ここはなんだ？ここあれじゃないの？ベヒモス出る場所じゃないの？ここ。ここで私は初めてね、ドックミートを殺されたんだ。あそこだ。テディベアの罠みたいのがあるんですよね。罠というか、テディベアか。で、それを取ってちょっと離れると、なぜかね、ベヒモスが湧くという。で、こっからさらに、あそこあれか。さらにね、その先の拠点みたいな場所。そこにもベヒーモスがいるんですよね。この鳥居は、あ、この真下がちょうど。ここはやばいと示してるんですかね。で、ちょっと見てみましょうか。見るだけね。なんでこんなとこにベヒーモスが湧くのか。ちょっと謎ではあるよね。肉は散らばってるな。何の肉だこれ。何の肉かわからない。一応ミュータントの巣でもあるっぽいね、ここはね。テディベアどれかな？この辺か？ここら辺を取ることで湧くはずですが。取ってみた。まだ大丈夫か？ああ、湧いた！やっぱり湧いた！なんで湧くの？すごい夏だ。逃げろ逃げろ。ああ、見つかった。逃げるぞ。このままこっちの拠点まで連れてこれんのかな？ベヒモスって。ちょっとこの敵の拠点内部ね、ガンナーでしたっけ？そこに引き込むことは難しいかな。引き込んだらどうなんだ？ベヒーモス VS ベヒーモスでできんのかな？ちょっと撃ってみるか。当たるけど。あ、まあ、結構撃ち込めばやれるかもしれませんね。で、こちらがね、父親のホロテープで聞けたエバーなんとかグリーンという場所ですね。この西のガレージに何かがあると。あちらには、でかいタワーがありますが、あれはテンペリタワーかな？まあ、あそこもね、ちょっと面白い場所ですよね。見つかった？おっと、サプレッサーで一発。毒ミート見つかってますが、完全にサプレッサー無双だね。あの建物の内部には NPC がいて、で、なんか取引ができましたよね。なんか条件とかあんのかな？で、ベヒモスはどこだ？奴隷とかもいましたっけ、ここ。あ、多分あそこですね。あそこサークルになってますけど。あいつは撃てないか？あ、出てきたね。ベヒモス。あいつは取られられてるんで、多分鍵を開けないとね、出てこないんじゃないかな。鍵を開けてしまえば、この内部のレーダーね、全滅しますよね。ベヒモスにかなうわけがない。あ、当たったー。あれは遠すぎる。しかし結構フォーラード3、ニューベガスか。遠方の敵もね、描画してくれますね。動いてるのがよくわかる。じゃあとりあえずね、父親の場所は、あとわずかなんで、向かってしまいますか。
テンペニータワーの周辺にも建物がありますね。あそこの最上部からメガトンをね、爆破することができるんですよ。ちなみにフォアラード3はね、ご覧の通り、もう完全に荒廃してますけど、どこかにね、オアシスがあるんですよ。木が生い茂った。それは3どっか教えてくれるんですけど、ラジオで。こんなところに本当にそんなオアシスがあるのかと。まあ、いろいろ疑問に思ったりするわけですけど。まあ、ちょっとそこに到着したら、はじめは感動しますよね。なんだここはとね。そんな感じで。で、そのオアシスにいる一人のキャラクターが、どうやらね、フォアラート1作目と2作目、そこにも登場する人物のようなんですよね。こっから見るとなんか、レッドロケットが2つありますね。目標はこの前方かな？ここは汚染されてるね。汚染されてるこういう場所の脇には。なんかありそうだけどね。前方ガレージですね。ん？撃たれてる？いや、交戦中かなこれ。そうだ、なんかね、こういう何でもない場所にね、隠し場所ありましたね、フォーラス3。それがどこだか、私分かってないかな。これなんかの巣に見えますね。何だったかな、その隠し場所。全然思い出せないけど、こういう何でもない岩場にあるんですよね。まあ、ちょっと覚えていたら、探してみるのもいいかもしれませんね。こちらには、プロテクトロン、見つかった。見つかったか？ちょっと遠いか？当たらない。あ、一発当たった。プラズマライフル。やはり威力は抜群だね、これは。よし、到着。スミス・キャッシーズ・ガレージ。こちらが目的地を指し示していますが、本当に普通のガレージですよね。こんなところに一体何があるというのか。消火炉の構えて進んでいきましょう。中にモラとはいたような気がしましたが、うん、中は確かに一見何でもない。ヌカコーラ・カンダム。こちらにはスキル本か。今日のタンブラー。おっと、どこだ。おっと、来た来た来た。どこに潜んでたんだこいつら。奴らぶった切って。では侵入しましょうか。こちらがスイッチですね。これで階段開くと。さあモラと奴らぶった切る。こちらボルト112へ続くドア。こんなとこにボルトが。ここにはドクター・ブラウンかなというね、すごい人物がいるとのことで、父親がブラウンを探しにね、ここまでやってきたと。入り口は普通にありますね。開けられるんだ、これ。おぉ。道が開かれた。内部は普通のボルトですね。なんかログとかあんのかな？おっと？ロボブレイン。予定より202年遅れの到着。ボルトテックのボルトスーツにお着替えくださいと。着替え終わったらメインフロアへ進んでトランキルラウンジへお入りください。200年遅れということはね、爆弾が落ちてからちょうど200年ぐらいですからね。この世界はこれかな。ボルト112ジャンプスーツ。さあ真ん中にはなんか見覚えのある装置がありますね。フォーラート4のメモリー電あたりでね、見たことありますが、リコンアーマー、こんなところにあるぞ。リコンアーマーって強いんじゃないの。これはあれだな、タロン社の鎧と同じぐらいの強さですね。試しに装備しましょうか。見た目はどうか。見た目は、いまいちかな。なんか面白いね。肩が角張ってる。まあ、悪くはないか。ターミナル。こちらは、監督官の部屋ですね。ハッキングできる？これアクセスできない。残念。しかし、ドア開けられる？開けられない。これはこちら、クリア後に見れる場所かな。さあ、肝心の部屋に到着しましたが、これよく見るとね、人が入ってますね、ちゃんとね。みんなスキンヘッドですかね。私の知ってる顔はないか？親父はいないのか？親父。みんなハゲしかいないぞ。親父もまさか、スキンヘッドになってしまったのか？ダブルフォスター。これは人物の名前かな？現在は、状態は正常っぽいね、居住者。ストレス値は低いと。ミスター・シンプソン。ミスター・ヘンダーソン。タイトル不明。誰だ？
一応生きてますね。しかし、プログラムの破損が疑われる。誰なんだ？ストレス。ストレス値が高い。まずいぞ、これ。この人か。しかし、やはり。うん？これは。よく見るぞ。スキンヘッドじゃないぞ。ああ、ヒゲが生えてる。まさかあなたは、ファーザーではないか。瞬きしてますね。あ、横から見た方が確実だ。ファーザーなのか。私だ。だけど開けられない。ここには、ブラウンの名前ないのかな？なさそうだね。じゃあ私もこちらに乗ってみましょうか。さあ言われるがままね。乗り込んでしまいましたが。この辺はフォールアウト4、それのオープニングをね、放送させますよね。あ、なんだこりゃ。え？なんか一瞬見た？サブリミナル？ああ、眩しい。なんだここは。さあ経験値が増えた。クエスト完了。おっと。子供だ。いやあ。まさにボルトボーイ。